ララポートスキードームスソス。ララポートスキードームスソス。ララポートスキードームザウスとは、かつて、千葉県船橋市浜町に存在していた、屋内スキー場である。通称、ザウス。1993年7月15日から2002年9月30日まで、営業を行っていた。巨大迷路の跡地にオープンし、当時は、世界最大かつ、史上最大の屋内スキー場であった。 その大きさは、高低差が設備としては100メートル、ゲレンデとしては約80メートル、長さが設備としては500メートル、ゲレンデとしては約480メートル、幅が約100メートルというものである。三井不動産が京葉線南船橋駅の近隣地に建設し、運営は船橋ヘルスセンターなどを経営していた株式会社ララポート、当時が行っていた。 思考は、鹿島建設。コースは、下半分が初級車用で、上部スロープに向かって、左側が中級車用、イエローコース、右側が上級車用、レッドコースにそれぞれ分かれたものになっていた。屋内スキー場としては日本で初めてリフトを設置したスキー場であり、当時の法律では、リフト設置には、風速計を設置することが義務化されていたため、 風の吹かない屋内スキー場という条件にもかかわらず、運輸省当時が規則として風速計の設置を求めたという逸話が残っている。春工時には数百万円を投じて風速計を設置したが、このことがマスコミに取り上げられ、話題になると運輸省は風速計の撤去を求めた。施設の名称であるスソストは、スプリングサマーオータム。 ウィンター・イン・スノーの頭文字から来ており、屋内スキー場の特色を生かして一年中スキーができることをアピールするネーミングでった。空調設備によって、ゲレンデ内の気温は通常はマイナス4摂氏3度程度、真夏の日中でも低く、摂氏2度程度に保たれ、一年を通じて真冬の雪質を味わうことができた。降雪設備は、 天井部のスプレー式の霧吹きから吹かれた微細な水滴に直接低温の風を当てることにより、本物のパウダースノーに近いものを降らせるもので、当時としては世界に類を見ないものだった。また、一般的に人工スキー場の積雪は溶けて、底の床の部分で熱い氷となって溜まってしまい、休業時などにすべて溶かすか、掘り出して適宜破砕する必要がある。しかし、 ザウスの場合は雪の下にメッシュを敷いた排水設備を設置し、積雪の最下部から自然に溶けて氷がたまらないようになっていた。一般施設とゲレンデの間には複数の密閉型の回転ドアがあり、ゲレンデ内を低温に保つ役割を果たしていた。ゲレンデ内はリフト2機、ベルトコンベア、エスカレータタイプ1機を備えており、料金は時間制であった。 当初入場料プラスに時間滑走料金で五千九百円であったが後に五千四百円に改定された。延長料金として十五分ごとに二百五十円の追加支払いで当時は目新しい自動改札タイプの機器で利用時間をカウントしてた。その後、スノーボードとスキーの滑り分けのため滑走可能時間を午前、午後と分けた際に両方の機材を持参した場合のみ、 1 1日日5400円で1日中滑走が可能となっていたワイルドブルー横浜などと提携し、相互の施設で割引券を配布したほか、当時浸透し始めたウェブサイトにおいても1日3800円の割引券を配布したことにより、運営の晩年は通常料金で入場する客がほとんどいなかったとされる。入場客数は増加しても、 利益が上がらないという結果となり、経営を圧迫した旨が当時の新聞に書かれた。当期は客数が減少するため、手ぶらでスキーと銘打ち、レンタル用品込みで5400円といった設定の料金体系があった。東京ディズニーランドが近いこともあり、遠方からの観光客には、1日目はザウス、2日目はディズニーランドといった、 観光客が多かったと言われ、スキーブームの時には東京ディズニーランドの入場者数が減った。鹿島建設により設計施行が行われた。極めて長い構造物であるため、長さ方向を4つに分割し、それらを履歴ダンパーで連結したジョイントダンパーシステム、連結精神構造と呼ばれる先進技術を採用し、耐震性能の向上を図っていた。設計は、 ワイルドブルー横浜を設計した株式会社空間設計が担当。オープン時の CM では山下達郎が CM ソングを制作し、主に関東圏内で放送されていた。この曲はその後富士テレビによる長野オリンピック放送テーマソングワンワンスキーヤーとして少年隊がカバーし CD 化された。ザウスはもともと10年間限定の施設として、 建設されたものであった。その後、次元経過後に売却を含めた処分を行う予定であったが、試算によって、仮に後継受託者が決定したとしても黒字運営を、異可うな程度の入場客数は見込めないと判断され、結果として当初の予定通り閉鎖となった。なお、営業中に赤字へ転落した年度は皆無。閉鎖直前に行われた。 民主党代表選挙に立候補していた地元、船橋支選室の野田義彦候補が、本施設の閉鎖問題を取り上げて、小泉政権の経済政策を批判している。季節に関係なく、悪天候の影響を受けずに安定した、バーンコンディションが確保できるという点から、夏季には、オフシーズンのアルペンスキー選手のトレーニングに、利用されることも多かった。 特に、ジェーティル・アンドレオーモット、1994年のアルペンスキーワールドカップ総合優勝者が一時下記の練習場所として、ザウスを愛用していたことで有名。スノーボードスクールがあり、長江賢治が指導していた時期もあった。なお、ホイチョイプロダクションズによる東京いい店やれる店では、この施設について、娯楽施設としては興味深いが、ここのレストランは、 デートには不向き、といった形での評価がされていた。2003年から2004年にかけて解体された。跡地の再開発では2006年4月24日に、スウェーデンの大型家具店イケアが開業し、2007年1月には、不動産会社4社による、倉庫数千211個の大型マンション、ワダーベーシティサザンが完成。 続いて2008年2月には総個数684個のグランドホライゾン東京米が完成した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。